ドジャース大谷翔平選手と、去年まで富士通のバスケットボール部に所属していた田中真美子さんとの結婚報道を受けて、富士通が門出を祝福しました。去年まで現役バスケットコートに立つ田中真美子さん富士通は16日未明、富士通レッドウェーブでの活躍を通じてたくさんの人に元気を与えてくれた田中真美子さんの新たな門出を心よりお祝い申し上げます。 新しい人生のステージがお二人にとってより素晴らしいものでありますようお祈りいたします。というコメントを発表しました。田中真美子さんは大学時代にユニバーシアード日本代表に選ばれたほか、2019年に富士通に入社後は日本代表候補に選出された経験も持つ元バスケットボール選手です。昨シーズンで現役を引退しています。